映画、聖火君に恋した30日、8月1日公開の前日祭舞台挨拶が31日に都内で行われ、W 主演の葵わかな、佐野勇斗、M.L.K. 共演の古畑星夏、木津拓実、熊田麟花、水石シアトム、秋田しおり、志村レオ、スーパー、ドラゴン、古澤武史監督が登場した。左から秋田しおり、水石シアトム、木津拓実、葵わかな、佐野勇斗、古畑星夏、久間田凛花、志村レオ、古澤武史監督同作は、難波敦子による人気コミックを映画化。夏休みの間、大自然に囲まれた祖母の家で過ごすことになった都会育ちの女子高生、リオ、アオイ、と、地元の高校生、ヒンゾー、サノ、は一夏の恋に落ちていく。どうか、愛を図る、箱の中身は何だろうな、ゲームに挑戦したキャスト陣。都会チーム、葵、木津、熊田、志村、と、上湖チーム、佐野、古畑、水石、秋田、に分かれ、箱の中身を当てていく。第1回戦では引き分けとなり、決勝戦で葵と佐野が対決。同じ箱の中に手を入れて中身を当てようとするが、中に入っている。セミの模型に怯える二人は、なかなか触ることができない。絶叫する佐野は自分の手の匂いを嗅いだり、なんか濡れてる、汗か、と自分の手汗に怯えたりと会場の爆笑を誘い、最終的に佐野の叫び声に驚いてほとんど箱の中身に触ることができなかった葵が一発で、セミ、と正解に。葵は、おもちゃじゃん。佐野くんが大きい声出すから、そっちの方が怖かった、と肝の据わった発言をしていた。また、初日を控え、互いにメッセージを送り合った座長の二人。葵は、私はしっかりしているねと言われることが多いんですけど、一人じゃできないこと。不安なことが多い中で、私ができないことを佐野くんができる。そこはどう頑張っても手の届かない部分、佐野くんにすごく助けられた、と振り返った。一方佐野は、役者仲間というよりは、幼馴染みたいな感じの印象で、僕は頼りない男で申し訳ないと慕う。てるんですけど、今回もすごく助けられたことが多くて、ものすごく感謝しています、と心境を吐露。さらにサプライズで、書道六段の腕を持つ佐野が、若菜大好き、と書いた。周りを共演者からのメッセージで囲んだ色紙が葵にプレゼントされる。葵が感動しつつ、やだ、絶対泣かせようとしてるやつですよね、と言うと、佐野は、泣かなくて大丈夫だよ、とフォロー。葵は、じゃあ泣かない、と宣言し、飾ります、と色紙に感謝した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。